シルバーウィークに県外に登山に出かけた北九州市の男性の行方がわからなくなっています。北九州市小倉南区の男性が遭難したとみられているのは、宮崎と大分の県境に位置する祖保傾き山系と呼ばれる人気の登山ルートです。 警察によりますと男性は18日から山に入り昨日帰宅する予定でしたが夕方になっても戻らず妻が警察に届け出ました今朝から警察や消防が登山道の周辺を捜索しました男性のものとみられる車が大分川の登山口で見つかりましたが男性とは携帯電話がつながらず今のところ連絡が取れていません男性は登山の経験が豊富だということです 傾き三系は岩峰が美しい山々が多く登山愛好家に人気のルートでした。